バミューダトライアングルの伝説。それは未だ未解決の数少ない謎の一つです。約600年巻き戻してみましょう。あるイタリア人の男性がいました。彼は海を渡り、スパイス、シルク、ミネラルなどが豊富な大陸アジアに行きたいと考えていました。しかし陸を渡るのにはかなり時間がかかります。そこで彼はこう思ったのです。船を作って船員を集めればアジアに出航できる。失敗するはずがない。ちなみにその男こそがクリストファー・コロンブス。1492年にスペインの王国から力を借り、彼は旅に出たのです。間違った方向に進んでいたことを除けば全ては順調でした。しかし旅の終わりに近づいた時、彼は奇妙なことに気づきます。その当時は知られていませんでしたが、彼はあの悪名高いバミューダトライアングルを後悔していたんです。バミューダトライアングル、引き返すことができないバミューダ諸島、プエルトルコ、そしてフロリダの間にある場所。この神秘的な場所で消えた大型船、小型船、飛行機の話は数多くありますよね。あるものは数年後に発見され、またあるものは地球上から消え去り、海の底に沈み発見されずにいるものもあるかもしれません。ですが確かなことが一つだけあります。それはバミューダトライアングルで何が起こっているのか誰も知らないということ。人々は何年もの間理解しようとしてきました。しかし未だに答えは出ていません。クリストファー・コロンブスは一体その夜に何を見たのでしょうか。そんなに驚くものだったのでしょうか。彼が残したメモによると、空で大きな光を見たそうです。どんなに勇敢な人でも知らない場所を航海している時に大きな光を見たら、間違いなくデッキの下に隠れちゃうに違いありません。怖いですからね。海の謎はまだまだあります。クラーケンって聞いたことありますか。船を飲み込むことができるくらい巨大なあのイカのことです。想像してみてくださいよ。クルージング中に風になびく髪、かっこよく腰に手を当てるあなた、気分はまるで古い海賊映画の主人公ですが、次の瞬間、冷たくて暗い水の中から巨大なイカが現れます。触手を船に巻きつけ、海底に引きずり下ろしてしまいました。ああ、救命いかだを持っていてよかったですね。午後のおやつを探してあなたのボートを全速力で追いかけている巨大な大海蛇はどうですか。名前はレビアタン。本物じゃないといいですね。もしくはセイレーン。美しく意地悪な生き物と言われています。岩の上で過ごすことが多く、歌を歌うそうです。その魔法のような声に船員は気を取られ、尖った岩にぶつかってしまうんです。一方、人魚は本当に素晴らしいですよね。彼女たちも歌いますが、船をぶつけさせるためではありません。ああ、本物だったらいいのに。義足をつけている海賊たちもお忘れなく。食料や金目のものを強奪するのが彼らの仕事のようなものですが、それ以外の時は船の上で一日中何をしているのでしょうかね。まあそれはともかく、コロンブスの話に戻りましょう。ただ雷を見ただけなのでは、確かに可能性は高いですよね。とはいえその場にいたわけではないので何とも言えません。しかも少し奇妙なんです。彼は一度も大きな波や大雨、強い風があったなんて言っていないんです。ただ空が一瞬光っただけなんです。イルカが花火でも打ち上げていたのでしょうか。残されたメモには、空が光った後に地震が狂い始めたと書かれています。そして事態はさらに奇妙になっていくんです。話の結末は次の通り。サングラスをかけたフレンドリーなカメが3隻の船を沖まで押してくれて、みんなでホットドッグを食べに行ったんですって。なんていうのはほんの冗談ですよ。では実際のところどうなったのでしょうか。科学者はその謎が解けたと思っているようです。光の正体は海に衝突した小惑星。一見落着。でもちょっと待って、地震は小惑星のせいで狂ったのでしょうか。小惑星には様々な形や大きさがあります。そしてイースターエッグと同じで、中身が一番素晴らしいんです。
数兆ドルもの価値がある鉱物や金属が詰まっています。科学者たちは大きな小惑星に着陸し、採掘する方法を見つけようとさえしているんです。それも巨大な小惑星、ロードアイランドと同じくらいの大きさです。なぜかって、それは大きいと周囲に磁場があるので、より簡単に着陸できるから。科学者たちは小惑星の周りにある磁場は何百万年もの間そこにあり続ける可能性があるとしています。これで謎が解けましたね。船長のクリストファー・コロンブスのコンパスが狂ったのは、目の前で小惑星が衝突したから。これでバミューダの他の奇妙な話も説明がつくかもしれません。約100年前、バルバドスを去りボルチモアに向かったサイクロプスは、航海の途中でバミューダトライアングルの真ん中を通ったのです。その後、船が目的地に到着することはありませんでした。探索チームは何年もかけて捜査しましたが、何も見つかりませんでした。ただ騒然と姿を消してしまったのです。そして1945年、5機の軍用機もまた跡形もなく姿を消したのです。その軍用機もバミューダトライアングルの上を飛んでいました。もし海底のどこかに小惑星が落ちていたのであれば、なぜ500年後の現在でも問題を起こしているのでしょうか。レーダーや円を描くコンパスは地球の磁場に依存しています。ちなみに世界中のフライトはレーダーにより追跡されているんです。レーダーの読み取りに問題があれば、間違いなく問題が起きますよね。コンパスの近くに磁石を置いて何が起こるのか見てみましょう。地震はそれ自体が小さな磁石であり、常に北を指しています。しかし十分に強力な磁石の隣に置くと、針は回転して磁石の方を向くんです。岸に案内してくれる唯一のものがコンパスだけだとしたら、その後どうなるのか簡単に想像できますよね。初めてコンパスを発明したのは中国の船長。それまで人々は海岸に沿うか目に見える島にしか渡りませんでした。またコンパスを持っていた初期の船長は、それによりどこに行ったのかを書き留めることができたのです。それにより他の人々もその場所まで航海することができるようになりました。新しい技術について理解したところで、次の質問に移りましょうか。小惑星はまだ海の下にあるのでしょうか。海底に潜って調べる方法はあるのでしょうか。初めての深海ダイビングにはなりませんよ。我々はすでに地球上で最も深いマリアナ海溝まで到達したんですから。マリアナ海溝はエベレスト登山と比べ物になりません。なんと今までたった2人しかそこに行ったことがないんです。とにかく深いので、水圧がすごいんです。下の方まで行くための唯一の方法はハイテクなタンクに乗ること。そうすれば圧力がかかっても押しつぶされることはありませんからね。しかしとても高価。下がどうなっているのかって、簡単に言えば暗闇、静けさ、そして美しさが揃っています。加えて奇妙な動物もいます。バミューダトライアングルはマリアナ海溝ほど深くないので、いつかたどり着くかもしれませんね。その時にはコロンブスがあの時に見た小惑星も目にすることでしょう。それを住処にした小さな魚がいること間違いなし。消えた船や飛行機もどこかにあるはずです。もしくは全く予測していなかった発見があるかもしれません。例えば特別な夜間視力を持った古代のイカ、サメ、そしてカメなど。でも金が見つかったら嬉しいですよね。金や銀をいっぱい積んだ船に乗ってアメリカからヨーロッパに帰ることになるかもしれません。いくつかの残骸には火事の証拠があり、いくつかは真っ二つに割れているそうです。そしてそれらのほとんどがまだそこにあります。日本人のダイバーはある時水中ピラミッドのようなものを見つけましたが、それが自然なものなのか人工的なものなのかは明らかになっていません。バルト海で誰かが奇妙な遭難映像を撮りました。これは宇宙船でしょうか、それともただ見た目が変な岩。ヴィンテージカーがスイスの湖から見つかったこともあるんですよ。岸から引きずり出し綺麗にした後、35万ドル以上で売却されたそうです。そしてなんとタイヤにはまだ空気が入っていたんですって。日本の漁師はかつてガラスのようなものがついた小さくて丸い船を見つけました。
そして中から赤毛の女性が発見されたのです。それがおとぎ話に出てくるような魔法の生き物だと思っている人もいれば、彼女が単なるスパイだと思っている人もいるようです。バミューダトライアングルは少し怖く聞こえますが、近くにある島は素晴らしいです。バミューダ諸島は小さな島で英語が通じます。そして三角形の他の核はフロリダの先端とアメリカの島プエルトルコです。